花子は高校生で18種類の日本記録、18歳になってアジア大会前代未聞の六冠達成。突然襲った白血病は璃花子を絶望の淵へと追いやる。しかし持ち前の明るさで病に立ち向かい、見事病に打ち勝つ。再びプールに戻った璃花子は苦しいリハビリと激しいトレーニング、一からやり直す。璃花子の姿に誰しも強い感銘を受ける。頑張れ璃花子、お前の努力は必ず生きる。それを信じて晴れの舞台に戻った璃花子は見事な泳ぎで感動の